共産党大炎上し逃亡、喧嘩台に圧力で。共産党系の新日本夫人の会が安倍元首相銃撃事件の献花台を中止するよう圧力をかけた問題でこの夫人の会が SNS のアカウントを非公開にし逃げたとしてこれで戦争は話し合いで解決などと言ってるんだから笑わせますよねなどとの批判が殺到し大炎上してしまっております。 こちら、この喧嘩でに関しては逮捕者も出てしまっておりますが共産党などのいわゆる勢力の皆様には批判に耐えられないようなおかしな行動をこれ以上取らないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました